はい、あ、今軽くできちゃう。大丈夫です。ちょうどいいです。ちょうどいいくらい、はい、綺麗ね。綺麗ね。色が濃いね、お花の。そうだね、うん、これが八重桜なのかね。この辺すごいね。でも海がめちゃくちゃ荒れてる感じがする。波がすごい。すごいすごい、大荒れだけどサーフィンしてる人いるわ。なんかすごい凝ったの出てきそうじゃない。そうなの。ちょっとお値段がこれよりかはお高かった。そうなの。うん、どう見ずに立つんだよ。え、見るでしょ。ソフトドリンクの方だって統一かかる。650円。マジで。アルコホリックかかった。どうしたか。砂がいっぱい入ってます。そうだね。今日サングラスかけててよかったなと思った。すごいレモン絞ってますよって感じ。本物のレモンスカッシュ。本当だね。本物レモンスカッシュ。本物。飲んでみよう。スパ。これはこれはこれは本気やな。これは本気や。本気と見た。本気と見た。交換する。交換。本気レモンスカッシュ、ね、このレモンジンジャーエール飲めるかも。意外と。そうなんだよね、コロナの後遺症ね。いや、これ全然飲めるよ。自然なもんだから。渡り蟹のパスタの。え、そんなの頼んだ。そうだよ。なんで。超美味しそうや。え、もしかしてクリーム。うん。でもトマトクリームって書いてあったから食べれんじゃん。無理だよ。なんで。無理だよ、クリームソース。食わず嫌いがわかんない。だってこの店の看板料理だよ、うん、一番人気って書いてあったよ。それ頼むでしょ。なんでそんな、なんかすごいしょっぱい顔してるの。俺の趣味に合わせろやぐらいの。いやいや、シェアしようって言ってたんですか。シェアしたらいい。食べれないもん。だったら食わず嫌いなんだって絶対。みんな食べてるから食べたいじゃん。そう、悲惨な映像になるよ。え、悲惨な映像。そうだね、完全に絵好きな。完全にあれだよ、うん、営業妨害。営業妨害。営業妨害。怒られるわ、そんな。もうこの会話も全部使えない。カニ来てる。渡り蟹のクリーム、渡り蟹のトマトクリームパスタ。生きてる？生きてません。ガーリックトースト。生きてる？生きてません。本当は3つだけど。サービスで。いや、値段は上がると言われました。
中華料理。これはミックスピザ。ミックスピザ。まあ、美味しそう。もうハムとかエビとか何でも入ってます。本当だね、すごいね。何でも入ってます。何でも入ってます。さあ、ターベをいただきます。はい。すごい。カニの身取る用の専用道具がついてます。すごい。すごい。めちゃくちゃ美味しそう。ピッて飛ばさないでしょ。いただきます。すごいチーズが伸びてる。美味しいですか？うまい。うまい。うん。これはうまい。美味しいです。うわ、ガーリックトーストすごい。おいしい。美味しい。いやー、おー、すごいじゃん。綺麗だね。おお。いや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 。めっちゃ綺麗じゃん。すごくない？こっちの方からの方が色が濃く見える。ねえ。うん。いや、今日一日で結構咲いたんじゃない？あ、そっか、そういうことか。うん。おー、すごいすごい。綺麗。いいじゃん。なるほどね、やっぱり向こうの方が咲いてんだね。ね、岬口の方が、うん、来週が満開なのかね。こっち側はそんな感じだね。あっちの剣崎の方も行ってなかったでしょ。行ってないです、ね、あっちまで撮ってるんですよ、うん、なので、あっちずっと綺麗だ、あっちの方がめちゃくちゃ綺麗で、今やっていけるって分かった。結構、うん、あの海岸線ずっと行きたいんですよね、うん、そうするとアップダウンがずっとあるじゃないですか。あります、あります。行けるか分かんなかったんで、はい、もう行けるなっていう今回のでも、うん、電動で。いやもうだってさ、これでしんどいから次行かないって言われたら結構、あーそうそう、次がなくなっちゃいますもんね。そうそうそう、次がなくなっちゃう、それはちょっとドキドキですよね。そう、もう行けるなって、うん、だから前回20キロで出て分かって、うん、で今日はこう疾走感っていうか、平らなこと走ると20キロ以上でずっと走れるから、多分楽しかったはずなんですよ、うん、単純な話走るのが、うんうん、で、次は綺麗な景色と、うんうん、まあ行こうかな。そうね、うん、行くでしょ。あ、そうですね、はい、行きます、また来ます。ぜひぜひ皆さん、あのチャンネル登録といいねをお願いします。また頑張ります。はい、じゃあ本番行きましょう、はい、はい、行こう。はい、本番行きましょう。もう一回やろうよ。ん？もう一回やる？ただなんかあのバイクの人うるさかった？大丈夫？私めっちゃなんかこう話が長い。シャッシャッ。さあ、どうでした？はい、上半身はお乳です、アウター分厚いので、このなんだ、ブランドのものを買ってもらったので、ちょっと待って、何だったっけ、名前が思い出せなかった。もう一回行こう、はい、もう一回行こう。テイク3。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした、本日は2回目の夫婦でサイクリング行ってきました、前回服装いろいろ気になったところがあったので、はい、服装を結構買って挑みました。どうでした？はい、アウターもインナーも、新しいのを買いました、インナーは汗をかいてもあのすぐ乾きますという素材で快適に走ることができました。ありがとうございます。
アウターも暖かくて、はい、アウターも全然風通さなくてバッチリです。はい、で、靴が運動靴で、はい、ストレッチの効いたパンツに、上はサイクリングウェアと。で、パンツの下はあれですよね、パッドを買いましたね。あ、そうですね、前回お尻が痛かったので、あのスパッツにパッドついたやつを買って履いています。はい、今回2回目となるこのヤマハの e バイクどうでしたか？今回はあのバッテリーの残量は気にせずに、スタンダードモードメインで自分に優しく走りました。なので、30キロぐらい走ったんですけど、まあ、あの電池もそこそこ残りつつ楽しく快適に走ることができたと思います。いいですね。では結構ソロン食事もちゃんと取れて楽しかったっていうので、次回も行ってくれますか？そうですね、はい。なんで食べんのちょっと考えないとダメかなと。うん、うん、次回もあると思います。はい、それじゃあこの辺で動画の方を締めてください。はい、ぜひ皆さん第3回目も、頑張りたいと思いますので、チャンネル登録といいねをお願いします。はい、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またね。はい、OK、テイク4いきます風強い。